女王のオブ・ケントは、イングランドのエドワード・クロ大使の日で、最初のプリンセス・オブ・ウェールズ。フェアメイド・オブ・ケントと呼ばれた。エドワード2世の異母弟である初代ケント博、エドマンド・オブ・ウッドストックと、妻マーガレット・ウェイクの娘。3度結婚しており、エドワード・クロ大使は、最後の夫である。1340年に、トマス・ホランドと最初の結婚をしたが、 この結婚は秘密結婚であり、間もなく家族によって第二代ソールズベリーク、ウィリアム・モンタキュートと結婚させられている。しかし、1349年にローマ教皇クレメンス6世により、ジョーンはソールズベリークとの結婚の無効、およびトマス・ホランドの結婚の有効が認められた。1352年にジョーンの弟である、 第三代ケントハクジョンの死によりジョーンは夫、トマス・ホランドと共にケントハクを継承した。二人の間に生まれた子供は4人が知られている。1360年にトマス・ホランドと死別した後、翌1361年にエドワード・クロ大使と再婚した。ジョーンはクロ大使の父エドワード三世の十枚にあたる。クロ大使との間には二男を設けた。 1376年に黒大使が死去、1377年にリチャード2世が即位した。ジョーンは幼少のリチャード2世を手元に置いて育て上げ、1385年に56歳で亡くなるまで彼の人格形成に大きな影響を与えた。トマス・ホランドとの間に生まれた息子たちはリチャード2世に徴用され、1397年に ジナン・ジョンは、エクセター公、孫のトマス・ホランドは、サリー公に助釈されたが、1399年に、リチャード2世が敗位され、ヘンリー4世が即位すると、礼遇され、1400年に、両者は無法に失敗して、ソールズベリーハクジョン・モンタキューと、モトグロスター博、トマス・ルディスペンサーと共に処刑された。ジョンには、ガーター勲章にまつわる伝説がある。 百年戦争における1347年のカレー包囲戦で勝利、カレーを占領したイングランド軍が開いた舞踏会で、ジョーンがダンス中にガーターを落とし、それを拾い上げたエドワード三世が自分の左足にはめて、ジョーンをフォローしたことが、ガーター勲章誕生のきっかけとされている。史実とは認められていないが、騎士道精神を示す逸話として語り継がれている。なお、 ガーター騎士団は、王族限定ながら創設当初から、女性の受釈を認めている。ABC 森 P197ABC 松村 P377 森 P143P158 ロイル P36P37P46P47 森 P187 ロイル P75P76P83 P91 P424 森 P152 P153 ありがとうございます。